はい、どうもプロタン天の声でございます。ということで今日ある夜でして、性欲がムラムラしててこうやってもがき苦しんだ時です。そこでベッドでこうやって暴れてこすりつけて、なんとかもうか耐えてますね。目がいってます。そしてもう顔がいってブイーンあられちゃん。そしてよしよし、あのレイナを探してます。家の中でバレないように行を使ってね、気配を消して、そして耳を、わあ犬のワンちゃんうるさい、静かにしろ、今から俺は誘うんや。そしてターゲット発見、気づかれないようにゆっくりサイレントドアノック。そして約1センチの隙間を開けて発見、くつろいでリラックス、グッドラック。さあさあ、まずは落ち着け、あふれるこの欲をまずはコーヒーで一杯やって落ち着かせていきましょう。お熱いお湯を入れてゆっくり飲む、空気を入れながらリラックス、頭はクールに、心はファイヤー。そしてまずはインスピレーション、想像力をかきたてるために、俺のお気に入りのあのエッチなサイトを全速力でサーチング。まずは SF 系、戦士ものが好きなのでそれをおさらいしていく、うん、やっぱ魔王系とかね、戦士系は心くすぐりますね、はい、ファンタジーで。で今ちょっとイラついてるのは、なかなかクルクルして動画が進まねえ、なぜだ、おい動け。よし、そして最近はいいものを見つけたんで今じっくり見ております。ほう、これであとは体現するのみ、行くぞ。その前にちょっと年だからもう30歳なもんで、ちょっと体をストレッチ、最中に釣っちゃったりとかしたら元も子もないので、はい、過去経験あり、はい、そしてそれで準備運動をねしっかりして、よし OK。 そして自分の体を鏡でチェック、今まで筋トレしたものは全部そこに費やす。おー、いい肩のリアしてる、うん、いいね、大胸筋も張りがある、 OK。 これであとはアプローチするのみ。でもその前になんか脇あれ、脇くっせー。よし、お風呂しかない、ここでお風呂で、これで最近ちょっとね今回いただいたんですけども、はい、股間洗浄、股間専用のその何洗う洗顔料があるということでこれ使ってます。これねマジで気持ちいい、本当にスースーする。メンソレータムのね、その風味香りが全開に、はい、そしてこれもねちょっといただいたやつなんですけど、そのメーカーさんから、まあ、あの顔を洗うやつでね、はい、普段ね俺はちょっと使わないんですけど、あの無洗顔でね肌断食系タイプなんですけど、今回ちょっと特別にちょっと使ってみまして、うん、よかったですね、肌の張りが、うん、でこれスキンケアもほんとね数年ぶりにスキンケアしました、はい、パチパチパチとこれ染み込まして、でもやっぱやると違ってもちもちになりますね、ほんとに、はい、で、はあ、完璧、はい、そしてあと誘うところをお楽しみに、バイ。じゃあ俺は VR でも見ようかな、隣で VR?うん、最近いいの買ったんだよ。ちょっとね、の動き見ればわかる。なんか俺変わったと思わない？ふわふわ、いい香りする。どんな香りする？爽快でしょ。つけ、あのね、つけるやつが股間にいい香りするやつ、めっちゃいいです、うん、なんかすがすがしい、うん、でしょ。ねえ、今日どうだね。え、何が？今日、うん、今日いいんだけど、でもいや
さ、なんか魔王設定みたいな変な設定だけやめてね、ナイルから。うん、わかった。ということでどうだったでしょうか。早速洗顔中にお風呂シーンで使った、今日はそれをいただいたんで紹介していきたいと思います。で今回ねこちらの商品使わせてもらったんですけど、まあ、こちらは Q10 内のアモーレパシフィックの公式ショップから購入できます。また Q10 にはアモーレパシフィックの公式ショップも出店してます。でこれ俺初めて使ったんですけど、このポイントクリニック、まあ、股間そのだから股間専用みたいな感じなんですよね。初めて使ったんですけど、これマジでいい。俺ほんとよかった。すげえ爽快で、あんまりさ、ボディーソープだけだとさ、股間ってその、匂いってあんまつかないじゃん。わかんないじゃん。なんならちょっと癖みたいな。だからこれ、常に爽快で、クリーンなマジで匂いが常にするのよ。だからこれ使ってて、うわ、すげえ気持ちいいってなったんで、俺の中でこれすげえ一番良かった。マジで個人的に。で、これなんか成分が緑茶カテキンエキス、ペパーミントオイル配合で、メンソールのね、まあ、香りがすごいして、すごい終わった後、やってる最中、洗ってる最中と洗い後も爽快感マックスで、すごい良かった、これほんと。ブロー&チップス、モンスターウォッシュ、フォームクレンジング 120ml です。で、ふわふわの優しい泡でね、UV クリームとか、BB クリームまで落とせて、視界の塩配合なんで、洗顔しながらスクラブして、角質ケアもできる1本2役の、ま、洗顔料みたいです。泡立ちも良くてね、俺普段やらないタイプなんですけど、今回ちょっと使わせてもらったんですけど、すごいなんか肌に優しい感じがして、俺も敏感肌なんで、すごい使いやすかったです。で、最後のスキンケアはこちらです。ブロー&チップスのオールインワンです。オイリー肌と敏感肌、そして乾燥肌。今回俺乾燥肌だから、こちら使わせてもらったんですけど、3つタイプがあるみたいです。で、今回ね、こちらの青いやつ。僕が使わせてもらったやつは、乾燥肌用で、アボガドエキスやパンテノール配合で、その肌のキメを整えてね、ウォーターホールディングポリマーが肌にね、水分を与えるらしくて、なんかね、おのおの特徴が、はい、3つ種類あるんですけど、特徴あるみたいです。で、今回こちら使わせてもらったんで、ぜひ自分にね、合う肌の、オールインワン、その肌のスキンケア、ちょっと選んでみてください。興味ある人は。はい、ということで、まあ、こんな感じでね、夜誘う、レイナさんを誘うナイトルーティンでした。すっごい爽快感で、気持ちがモチベアップで、アドレナリンマックス。はい。最後でした。よかったと思います。